地球の歴史が感じられる七つ窯ですが海の中では異変が起きています国の天然記念物に指定されている佐賀県唐津市の七つ窯溶岩が冷え固まるときにできる柱状節理という規則正しく並んだ柱のような構造が海の中まで続いていてダイビングスポットにもなっています かつては岩肌が見えないほど海藻に覆われていた七津窯玄海灘で40年近く潜ってきた並口志郎さんはその変化を目の当たりにしています最近はもうこの海藻ももうほとんど私が見た感じからするとだいたい十分の一ぐらいしかないですもうおそらく枯渇傾向並口さんの父親は 七つがまでアワビを取る潜水量を行っていたあまでかつては市長よりも稼ぐと言われていたそうですただここ10年ほどで海藻が激減し海藻を食べるアワビは絶滅危惧種と呼ばれる状態になっています一方海藻が消えたことで中上摂理がはっきり見えるようになりダイバーを楽しませています 海海のの変化ははは藻が消えたたことだけではありり、ません。のの JNN 年にわたり限界などの水中を取材。熱帯魚の一種、クマノミが姿を見せるようになり。 やがて越冬し世代交代していく様子を撮影してきました海の変化について波口さんは南方系のあの色を描いて言いますかね海の中がソフトコーラルがいっぱいになったり今まであまり見なかった荒がねたくさん見れたりしてますね限界などでダイバーが目にする機会が増えているのが 九州ではアラとも呼ばれるクエです。ユネスコの無形文化遺産に登録されているカラツクンチの際に、姿ガが振る舞われるほど特別な魚です。幻の高級魚とも呼ばれるクエですが、九州北部での水揚げは、佐賀でここ数年横ばいになっているものの、全体的に増加しています。 調査を行った水産研究教育機構は、温暖化で九州北部がクエの仲間にとって生存に望ましい環境になっていると指摘します。クエはまだえっとマシな方でですね、特に九州近海ではえっと熱帯性のハタ類、えー、具体的にはスジアラ。 赤旗、あと黄門旗といった種類のですね、えー、もともとサンゴ礁域、熱帯域に住んでいたような魚種が近年、九州近辺、あるいはえっと本州の方で増加している。福岡の魚市場でもクエやその仲間のハタカの水揚げが年々増えているということです。ここのの数年本当多くなりましたねうういうものは 色のついた赤い魚が多くなりましたクエの地裁のにしてもキジハタの地裁のにしても赤クハタの地裁のにしてもその鮮度のいいやつでサイズのあったやつは台湾に飛んでいきます玄海灘を含む東シナ海北部の海面水温はこの100年で年平均1.31度上昇日本近海の平均を上回る水温の上昇によって漁業 そして海との付き合い方は大きく変わっています。